日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。交流戦の全日程が終了し、7勝11敗の10位と負け越しで終えた阪神タイガース。ここまで苦しいシーズンとなっていますが、今季で契約最終年となっている岡田彰布監督は、このままでは退任は確実と言われています。そんな阪神の後任監督ですが、現日本ハムの監督、新庄剛志監督の名前が挙がっています。今回は新庄監督が阪神の監督候補として挙がっていることについてご紹介していきます。今季は球団初のリーグ連覇を目指すシーズンでしたが、開幕から主力である大山選手、佐藤輝明選手が打撃不振に、他も主力選手が軒並み不調になっており、まともに計算できるのが近本選手だけという有様。それでも交流戦前までは首位をキープしていた阪神。しかし交流戦に入ると勝ちきれない試合が続いてしまい、首位の広島に離されつつある上に、下位の巨人、 DeNA との差が詰まってきています。とにかく苦しい状態が続いている阪神。昨年からメンバーを変えずシーズンに挑んでおり、若手も台頭していたため安泰と言われていたのですが、思わぬシーズンとなっていますね。また岡田監督は今季が2年契約2年目で最終年。このまま低迷が続くと退任する可能性も高いと見られています。とはいえ年齢的にも今季が最後になる可能性は高いでしょう。バトルフェイス。そこで問題となるのが後任監督です。阪神の後任監督には今岡誠打撃コーチ、平田勝夫ヘッドコーチなどの名前が挙がってはいます。普通に考えれば内部昇格の可能性は高いと言えるでしょう。しかしここに来てある監督候補が浮上しています。それが現在日本ハムの監督を務めている新庄剛志監督です。週刊実話によると、6月14日に大阪梅田芸術劇場メインホールで開催される阪神の株主総会で、今期で2年契約が満了する岡田監督の後任に OB の新庄氏を推す株主提案を準備していると報道。また阪神の OB が岡田監督の後ろ盾が阪急阪神ホールディングスの住和夫会長兼グループ CEO であることは広く知られる。側近の杉山武宏氏を球団オーナーにねじ込み、阪急電鉄出身者が初めて球団トップについた。組織的には阪急電鉄が断然強いものの、球団フロントには阪神電鉄から送り込まれた職員が多く、反岡田派を形成している。その阪神電鉄一派が新派の有力 OB とつながって新庄監督擁立に動いている。日ハムとの契約は1年ごとの更新、転身の環境は整っていると球団内でも新庄監督を狙っていると報じられています。特にその動きが表面化したのが5月29日の阪神対日ハム戦だったといいます。敵将の新庄監督が試合前のメンバー表交換時に阪神の縦縞ユニフォーム姿で登場。背中には漢字で新庄監督の文字と、タイガースの新人時代につけた背番号63。超満員の甲子園がどっと沸きました。この特注ユニフォームについて新庄監督は、タイガース時代からのファンがいて、その人にプレゼントしたいとお願いして1ヶ月前にオーダーしたと明かしましたが、阪神球団に協力者がいなければ発注も着衣も難しいでしょう。一部球団関係者が応諾し、新庄阪神監督に対するファンの反応を探ったと言われています。今季最初で最後の阪神対日本ハム戦は、この先制パンチが効いてか日本ハムが2連勝。古巣のトラファンに存在感を見せつけたのです。またフロント内での岡田監督の評価は求心力とともに急降下しているようで、昨季全試合で4番を打ち優勝の原動力となった大山雄介選手は打撃不振が続き、自ら望む形で2軍へ。入団1年目から3年連続で20本塁打以上の佐藤輝明選手も怠慢プレーやボンミスを指摘され自信を喪失。チーム打率はリーグ最低が続き、戦術の通り交流戦では低迷。こうした背景もあり、着々と新庄監督の阪神監督就任に向けた準備が進んでいるといいます。雨天中止の振り替え試合となった18日の試合では、新庄監督が試合前の練習中に三塁カメラマン席付近からベンチに戻る際に、三塁スタンドの阪神ファンから、阪神の監督やってくれ、
現役でもええぞなどの声が飛びました。このように阪神ファンからの支持もすでに集めていることがわかります。やはり阪神ファンからしても往年のスターであることは間違いないということですね。ただ新庄監督率いる日本ハムは交流戦はやや低調気味でしたが、なんだかんだで五分くらいで推移しており、首位ソフトバンクを猛追しています。戦力不足だった日本ハムを戦えるチームに仕上げており、スポーツライターは新庄監督が目指していたスター選手作りが成功しています。それは2024マイナビオールスターゲームファン投票の中間発表を見てもわかる。 DH を除く9ポジションで日本ハムの選手がトップになっていますからね。昨年までの大胆な采配や奇策を封印して手堅い試合運びで白星を重ねている点も見逃せません。このまま安定期、そして黄金時代へと進める土台作りに成功し、長期的な政権の可能性も出ているようですが、球団内ではとある不安が駆け巡っているといいます。低迷から救い、ファンが求める勝つ野球を実現しつつあります。強いチームへの道筋をつけたことで新庄監督が今年限りで電撃辞任するのではないかというわけです。と電撃退任する可能性が出ているというのです。現役時代から何を言い出すかわからなかった新庄監督、選手として全盛期かと思われた2016年4月には東京ドームでのオリックス戦で満塁アーチを含む2本塁打を放ち、ヒーローインタビューを受けましたが、なんとその年限りでの現役引退を宣言、ファンと球団関係者を仰天させていました。そうした事態を見越して球団上層部は稲葉篤則2軍監督を配置し、栗山英樹氏をチーフベースボールオフィサーに任命して、新庄監督がいつ電撃的に去ってもいいように準備を整えていますと、スポーツライター、電撃退任からの阪神監督就任の可能性は大いにあり得る状況とも言えます。新庄監督はかねてからチームを復興させることにやりがいを感じていると話していました。強いチームよりも弱いチームの監督をやりたい、そんなことも言っていましたね。阪神は決して弱いチームではありませんが、ポテンシャルはあるのに殻を破れていない選手も多くいますし、今季低迷することとなれば新庄監督も日本ハムに就任する前に阪神のキャンプを視察していましたが、課題が多いと口にしていました。あれからチームは変わりはしましたが、今の状態が続くのなら新庄監督が就任してチームを再び立て直してくれることに期待はできそうです。もし阪神復帰となれば25年ぶりの復帰となる新庄監督、かねてより日本球界に恩返しがしたいと語っていた新庄監督は、阪神を、そしてこれからの野球界をもっと盛り上げてくれるでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。